際の、男性派の試験については、ジオシスさんの方でやってまして、詳細、中身についてはこの後ジオシスの原さんの方からも報告させていただきます。で、この仕事なんですけれども、ターゲットとしては八甲田の北西地域で、やっています。で、実際に男性派をやったのは去年、昨年度の、女性事業の中でやっています。で、今年はこの男性派の結果をもってボーリング地を決めて、7月の20日からボーリング施策を開始する予定です。なので、来年のこの時にもし報告できてればうまくいったと思っていただいていいと思います。うまくいってなければあまり報告ができないのかなと思っています。で、これは温度コンタを、赤字で書いてるんですけれども、深部の温度コンタを書いたイメージとしては、この領域が、調査領域、黒い、緑と赤のラインで入ってますけど、この調査領域の中で、実際にはボーリング位置を決めて、実際ボーリングを予定しています。で、これですけれども、条件を決めるときに、技術的な条件と、もう一つは社会的要因、ちなみに、こちらの方に、温泉がありますので、そういった社会的要因も含めて、ボーリング位置を決めています。今回は技術的要因として、反射法の男性波をどう使ったかという報告をさせていただいています。で、ターゲットは実際、ここの三角の位置が、恒星の位置なんですけれども、赤のラインで引いたところ、これ、矢別断層と呼んでますけれども、横ずれ断層が想定されています。実際、横ずれ断層の場合っていうのは、反射法はあまり得意じゃない領域です。要は反射面の上下のずれが出にくいので、ターゲットとしてはあまり、ちょっと手強い相手かなと思ったんですけれども、実際に恒星の周辺の、過去の実績があって、周りでボーリングされているんですけども、温度はあっても水が出ないという領域なので、今回に関しては断層をターゲットに、その断層の上盤、下盤で、地下水が流れていると想定されているところをターゲットとして掘っています。掘る予定でいます。で、実際断層の、地表面で出ている、ところ、ここを見せているんですけれども、実際この角度、85度とか83度とか何度というんですけれども、地表で出ている角度を推定して、地下2000メートルでどこにあるかというのは、なかなか実際想定するのが非常に難しいと。で、ボーリングを掘った場合に、先ほどの例見ていただいても、鉱石を決めてそのラインに沿うということができても、実際にこの断層が例えば3度、5度ずれていれば、100メートルずれると、そうなると、当てに行っても当たらないということがありますので、こういった断層が深部でどのような、方向で向いているかというのを調べるのが、今回の反射法断線波の、重要な目的です。で、こちらのこのラインというのが、次に見せる地質構造図の、絵を、断面で撮ったラインになります。で、これは基本的にはこの温度のコンタラインをに直行するというイメージで、実際のイメージとしては、地下水の流動系、深部地下水の流動系がこうした流れを持っているというふうに考えた上での、地質構造図を次の方に示します。こちらになるんですけど、ターゲットはここ矢別断層というのがここになります。で、酸ヶ湯地区というのは、温泉で酸ヶ湯温泉というのが出てるんですけども、ここの領域っていうのは、基本的にこのターゲットの層から断層があって湧水しているという流れを見てると思います。で、ここ上部はキャップロックがあったと思われます。で、その領域のこの深部のところを今回はターゲットとして掘ろうというふうに考えている領域です。熱源としてはこの八甲田の方から熱が来るというのがイメージになっています。で、今回実際の断層波の試験ですけれども、ラインとしては1本、2本、ライン1、ライン2、およそ2.5キロのラインを取っています。で、このライン間は1キロ程度の距離があります。で、今回ライン1についてはずっと取れるんですけども、ライン2はちょっとここのところ、小さな橋がかかっていて、大型のバイブレーターが入らなかった関係で、ここはミニのマシンを使って、発信をかけています。
で、この点線でライン3というのが書いてるんですけども、今回はこのライン1、ライン2に受信点をすべて置いて、発信を動かすことで、擬似的にこのライン3の評価もしています。ライン1で発信しておいて、ライン2の受信を使う、ライン2の発信をして、ライン1の受信を使うということで、擬似的なライン3も作り出しています。で、まず試しにここで1点打って、反射が出るかどうかというところを確認した上で前転作業というふうに進んでいます。で、これは具体的には後で写真も出ますけれども、大体10メートル間隔で受信点を置いた上で、それを置きっぱなしにして発信のバイブレーターを走らせて10メートル間隔でやっていくという作業を繰り返します。で、この作業、およそこのライン2本で2週間程度、13日で終わっています。なので、比較的簡単に作業ができて、深部まで情報が取れるというものだと思っています。で、大体よく言われるのが、この側線の半分、今2.5キロって言いましたけども、2.5キロであれば1キロ強までは深部の構造が分かるのかなというふうに思っています。で、ここは発信点の、テストの位置です。で、主要なデータ取得ということで、バイブレーター、それからミニのインパクターと書いています。で、レシーバーは10メートル置きにおいて、発信も、このバイブレーターを10メートル置きに、走らせています。で、実際、こういった断線波の場合、データがちゃんと取れるかどうかっていうのは、一つにはノイズの問題で、ノイズに対しては、実際の、スイープの回数を何回するか、スタック数を何回発信かけるかというのが重要になってくる。それで、精度がかなり決まるのかなというふうには考えます。あとはこの発信受信の間隔によって細かさというのが決まりますけど、これも費用対効果というのがあって、実際には工程の管理上も、どこかで決めなきゃいけない部分で、今回はそれを10メートルという単位で取っています。で、これは実際の作業風景です。最初まず、枝打ちをしながら埋設して、チェックをして、バイブレーターを走らせて、これがバイブレーターなんですけど、1回1回止まって地面を揺すらせて、また次に移動していくと、皆さんよくご存知かと思うんですけども、そういった作業の繰り返しをやっています。で、これはここから先、結果を簡単に説明させていただきますけれども、実際には、今回の、横ずれ断層と思っていた矢物が、実際には横ずれなんですけれども、正断層系の成分を持って、断層の上盤下盤で、上下のずれ、震度のずれがあったというのが分かりました。で、ここがターゲットの断層になっています。このターゲットの断層、想定通りといえば想定通りなんですけども、北落ち断層ということで、深部までそれなりの点線を引いて、データを取っています。こちらがライン2になります。で、これはライン1から1キロ程度離れたところですので、これでも同じように位置を特定することができました。で、擬似的に作ったライン3、こちらなんですけど、これでもやはり同じように、取れています。ただし、ライン3の場合は、測定、レシーバーと、発信点下の距離が離れている関係で、この部分、表層の部分についてはデータが取れないというふうになっています。で、今回、これをベースにして、実際に、20日から掘るボーリングというのは、この戸籍にしました。ここの部分で、断層を切ると。で、上盤と下盤を切って、そこでの熱水を期待するというボーリング位置になっています。で、この結果がどうなるかというのは、今年の10月ぐらいには分かるかなと思っています。で、今回、断線波の反射を使ってどうだったということですけれども、一つには、幸運なことに、矢物断層が正断層系ということで、上下のずれがあったので、そこを特定することができました。で、比較的若い断層、要は前の断層、縦系の断層、南北系の断層を切るような断層ですので、そこで、正断層系の、断層を見つけられたことで、その前後での、フラクチャーゾーンというのが存在するだろうというふうには考えています。で、
今回その断層で、まあ、透視性があれば、水が出るということで、その部分はかなり期待して、ボーリングに進んでいくということです。で、ここから先は細かな、実際のデータの部分ですので、上司の原さんの方に代わって報告させていただきます。ご紹介に預かりました原と申します。ここの今日はですね、先ほどの話の続きとして、通常最近の研究、調査では使われていなかったその地震探査が、地熱開発によってどれぐらいその適用性があるのか、最近のその技術を適用してですね、どれぐらいの適用性があったのかというようなところのお話をちょっと解説したいと思います。これは八甲田地域の、地質図なんですけども、こちらの東側、ここ側の八甲田の山になります。で、八甲田の山からこう噴出した、火山砕屑物によって、これ地質図なんですけども、表面は一面このクリーム色というか、黄土色といいますか、火山砕屑物に覆われていると。ところどころこういう茶色いこう書いてありますよ、貫入岩が出てきたりなんかして、通常ですとこういう火山のところというのは、地震波探査というのは苦手とするようなところなんですけども、ここの場合はですね、その火山砕屑岩流のこの下にこう荒川がこう流れておりまして、貝の地層が見えるんですけども、こういったところにこうなんかこういう細長いこういうクロージャーのような構造が見えていて、でもこういう反射構造が見えるらしいと。なんかこう堆積岩みたいなものがなんか構造を作っているらしいというのがある。で、これがこの東西にこう CC の断面で切った断面図をこの下に示しているんですけども、既存の井戸が何本か掘られているのをもとにこう絵を作ってみますと、この青いところ、これ泥岩の層、それからこの緑色のところが、火山岩とか火山砕屑岩の層なんですけども、いわゆるこういう層状の地層を作っている。こういう層状の地層があって、こう硬い柔らかいの差があるところというところが、地震波探査なんかかけますと、こういうバウンダリーから反射面が返ってくるので、おおよそその地質構造が見えるのではないか。そうは言ってもこういうところが貫入岩があったり色々するので、なんかこうノイズとかいろいろあるんでしょうけども、というところで、こういったものをどれぐらいそのクリアしていけるのかというところが課題になります。で、これが実際今回先ほど言ったところの、取得したライン1、2、3、3つの、診断のデータでございます。で、ノイズとかそういうのを一応除去した後の、結果なんですけども、直線長さが短い関係で、近い1キロぐらいまでははっきりと見えるというところで、こうやって見たときに、こうずっと一連のこういう反射面を、追っかけることができるんだということで、なんかこう、判読することは結論から言いますとできた。じゃあ、どういう技術を使ったのかと言いますと、この一昔前というか、二昔前に、確かに地熱開発をするときに、その地震波探査を使うときには、まだ導入されていなかったような処理、それが今となった標準的なデータ処理になるんですけども、例えばその複合型のノイズ除去処理ですね、あるなんかこう一定の規則性を持ったようなノイズのグループがいくつかあったときに、それをその重合する前、診断のデータを重合する前に先に取っちゃいましょう、それで重合することによってノイズを取っちゃいましょう、それからこの辺は処理の関係じゃないんですけども、データをいかに多く取るか、それからこの4つ目ですね、その屈折波トモグラフィー、反射波のデータの中に含まれているその屈折波を使って、地下の地震波の速度構造を見てやって、その物性の情報からどんどんそこに地下に、例えばその硬い地層がどこにあるとか、そんなのを見てやろうとか、こういう情報を使いながら地下の構造を見ていきました。で、これが複合型ノイズ抑制処理の例なんですけども、これが生データに相当するものです。どんどんこう発信かけて、受信機が並んでいて、こう時間ごとにずっと波を受けてくるわけなんですけども、ここにこうややこう斜めにこう横向きに並んでいる、これが実際の反射波なんですけども、ここにその後こういうちょっと遅れてこうドロドロってやってくる、こういうノイズになってくる、これは表面波といいまして、地表の表面をゆっくりして伝わってくる波なんですけども、こういったやつというのはこの反射波にとってはノイズになります。だこういうのを取ってやろう、それからあとここにですね、実はこれ発電機なんかこうがあって、発電所があって、ずっとモーターみたいなのが動いてたんですけども、のべずこうザーッとノイズがホワイトノイズが入ってる、こういったやつについては抜けてやりましょう、抑制してやりましょうということで、こういうシンプルな綺麗なデータにします。で、これを重合してやると、こちらが左側が重合してないので、なんかこうざわざわっとしたノイズなものがあるんですけども、それがこういう綺麗な絵になる。
まあ、こういうことによってその反射面がですね、きれいにこうかけることによって、あの判読が、あのその二昔前とかと比べると相当良くなっているということです。それから、その通常のバイブルあのサイズで入れないような、まあ、狭いところですね、あの狭い道とか、今回の例ですと、通れない橋があってというところは、なんとかそのデータを取ってやろうということで、あの開発した小型のインパクターをこういう中に入れていて、それであのとにかくデータの結束区間がないようにしてやろうということで、とにかくこう前線でデータを取る、それで地下の構造を見てやっていった工夫、それからあの先ほども言いましたけども、2本のデータしかまあ取ってないんですけども、まあ、受信点、発信しながらこっちで受信する、こっちで発信しながらこっちで受信するということで、仮想のデータをもう、仮想というかこの反射面ですね、これをもう一つこう側線として作ってやって、まあ、あの2本のデータで3本分の瞬間データを作ってやろうとか、まあ、ちょっとでもその、あの得られる量を増やそう、そういう努力、それからこれがあの屈折波トモグラフィー の例なんですけども、あのこれライン1で行ったんですけども、あの赤いところ、黄色いところが、あの青いところに比べてあの地下の地震波速度が速いところです。で、こちらが北側、左側が北側で、こっち右側が南側なんですけども、この北側、この真ん中よりちょっと南寄りを越えたところには、あの速度が速い地層がぐーっと盛り上がって、なんかこう反射状の構造を作っているということは、なんかこういう地質構造がこの辺にはどうもあるらしいぞということがわかる、まあ、こういった情報をもとに、あの瞬間のデータというのをまあ解釈していく。で、これがそのライン1 の瞬間断面なんですけども、先ほどあのこう盛り上がったような速度が速い構造がこうあるというところに、まあ、と合わせてみても結構整合的なあの断面が取れています。こういったところにこう反射面、強い反射面がきれいに追っかけることができて、何やらこう反射状の構造を作っている。で、ラクダのコブ状のこういう、既存の地質で言いますと、こういう細長いラクダのコブ状の反射構造があるんですけども、これのちょうどこの盛り上がったところですね、こういうところを南北に切ったような絵、それをどうもこの辺を見ているということになります。で、この構造の、ホライゾンをかけてやると、こうなんかこうカタ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 と切れている。このラクダの構造のこの頂上のところから北側の斜面のところに対して、なんかこういう階段状のこういう構造が見ることができて、まあ、小規模の断層がこう集中しているんだなということがわかります。で、これがちょうどあの当初あの存在が推定されていたこの矢別断層の位置にあります。ということは、まあ矢別断層というのはどうも1本ではなくて、いくつかのこういう断層群によって、まあ、フラクチャーの、まあ、集合体のようなものができている可能性があるんじゃないかと。まあ、そういうことで、まあ、矢別断層というのは横ずれ断層というのがちょっと正断層のようなあの性質を持っているんじゃないかとか、そういうことをあの判別することができました。で、まあ、そういった対極的な構造重力のデータとまあ比べたときに、これがそのライン1なんですけども、北半分の方に低重力域がある。これが何だろうかと思って、瞬間データと比べてみますと、まあ、この上の方、この辺りというのは、いわゆるその八甲田の溶血凝灰岩、比較的の下のこの四つ沢層とかこういう地層に比べて、まあ、新しくて軽い地層がこういうところにあるので、やっぱりこういうあのアンチクライン上のこういったものがもともとあって、その上のそういう地形的な窪地を、あの後から堆積したこの火山砕屑物が、まあ、あのうずめているような状態がここにはあるらしいということが分かります。で、これはライン2なんですけども、ライン2はこの既存の緯度がこう通っています。ですから、あの今回こう岩層が分かってですね、この紫色のところが、ソメンゲンブ岩とかですね、この青い緑の円がラインがあの安山岩質量岩でずっと追っかけられるんですけど、2本の緯度でこう比べたときに、まあ、フライズも追っかけることができて、大体こんな構造になっているというのが分かる。で、そこでもやはりその矢別断層が通っている。ライン2ってことですけども、真ん中辺り矢別断層が通っていますけど、ここでもやはり、あのこういう北落ちのこういう階段上のこういう構造が見えていて、やはりあのこのライン1、ライン2この中において両方ともこのカップの辺りに北落ちの正断層の構造がどうも見える。でライン3においてもやはり同じようにここにこういうのが見えておりまして、あのどうやらこれはあの矢別断層のなんか特徴的 なんか 性格あの性質のようなものが見える。で、これをですね、あの震度標高300メートルのレベルでこの3つの側線につきまして、あの2つかライン1とラインにつきまして、あのフラクチャーグザグで断層がですね、あのどのようにこう位置に分布していたかをざっと落としたものです。でこのうち先ほど の, あの北傾斜 の, あの断層断裂群というのはどの辺にあるかというと、ちょうどこの辺に集中している。で、矢別断層というのがちょうどここ、あの今緑のラインがずっと点が動いているここなんですけども、
ここにありますから、大体これを中心として、南北500メートルぐらいの区間というのは、そういう北落ちの一連のその西南総群が分布しているところだろうということになります。でこれを、ここで国土地理の地形メッシュモデルなんですけども、それで石膏面図を作りまして、ちょっと読んだところです。ちょっと見づらいですけど、ここのこれがライン1のところ、こちらがライン2で、矢別断層がこの辺を通っているんですけども、ちょうどこれがライン1のところ、これ山の尾根筋なんですけど、この尾根筋がですね、階段状に高いところ、中間的に高いところ、低いところ、低いところ、北向けてトントントンと落ちていくんですけども、こういう先ほどの北落ちの断裂群をこう重ね合わせますと、ちょうどこれと整合するようにカッタンカッタンカッタンとこう落ちていくんですよ。で、これはさらにこのブロックがこれに対してちょっと東にずれて、これもちょっと東にずれて、これはちょっとまだずれ切れてないということで、先ほどこの断熱群というのは西断層で北に向かって落ちるだけ、落ちると言ったんですけども、どうやら地形から見ると横にもどうもずれているらしい。だからどうもこの矢別断層という横ずれ断層とその北落ちの西断層の両方の様相を持っているんじゃないかと思われます。でこれは実際2014年、村岡先生、弘前大学の村岡先生の、研究なんですけども、この間、地熱学会ですかね、発表されたところ、これ、矢別断層の、どうもここは横ずれ断層らしいと、書かれたところなんですけども、そういった情報とも、今回 の, サイズミックのデータというのは、整合的であるなと思われます。でこれはちょっとまた余談になるんですけども、MT のデータと、これもありました、既存のデータがございましたので、比べてみたんですけど、矢別断層の位置というのは、そういうこのなんかごく低非低方のアノマリーになるところとも、一致していると。でこれはあれなんですけど、もうちょっと、ある震度の断面、スライスで見る250メーター、これ MN0 メーターとか、これ250-250あたりは、結構きれいなデータが取れてるんですけど、やはりこういうごく低非低方のアノマリーがあって。この原因というのはちょっと今回震端の場合はちょっとわからないんですけども、そういう例えばその熱水とかなんとかに影響する粘土鉱物の雨なしとかですね、ちょっとそういう助言いただいたことはありますけども、何やらこの矢別断層のあるところというのはいずれにしても何かしらのその他とは違うなんか要素があるらしいということで、その地震探査の解析の結果からまとめます と、この辺り矢別断層の辺りというのはどうも北落ち東西にもずれるような性格を持った、断裂群が発達している、可能性があります、ね、ということで、その地熱を開発するときにその地下水の流れというのが重要になるときに、その水の通す道としては機能している可能性はあるのではないかということで、一部の望みましてそういう期待を持っているところです。で今回その反射法の地震探査というのが適用ができた例として紹介させていただきましたけども、その適用できた理由というのはですね、とにかく一重に当該地域の地質が相乗に類似、漢字間違いですけど糸で、ね、糸です田んぼの下糸ですね、類似した溶岩や火山性の砕屑物によって相乗の地層ができている、存在していたがために、反射法の地震対策に適していたと、そういう場所の例であります。であと、そうは言ってもなんかいろいろと貫入岩やら何やらもともとあるところですので、中のそういうノイズとかですね、そういったものを取っていくような処理が必要になるんでしょうけども、今回は比較的簡単な複合型のノイズ除去処理というのが15万円適用したと。それからとにかくデータを取れそうなところはどんどんもうインパクトが小さいのも入れていって、もう隅々までデータが取れるようにしようと。それからあとはもうちょっとで1本でもデータ多く取れるように、受信機をずっともう置いたままで、データを取得して、仮説の、仮想のライン3みたいなのを作ってやろうと。それからあとはその屈折波のデータの利用ですね。そういうことで、地下の構造までもその速度構造から分かるような情報を得てやろうと。こういったものを総合的に導入しながら、八甲田地域において、地下構造の解釈というのを行うことができたと思います。以上です。